ですよ、だからもともと紫の状態で来て塗り直したっていう。エンジン番号若いもんな、だから、どうもな、そういうの見てしまうんだ、これ。いやいやいや、わかりますよ。癖でね。いやー、素晴らしい。これはレッドあれやな。かぶってくれたらいいよ。ちょっと浮かなかった。メーターも国内もに張り替えたんやな。そりゃ金かかるわ。このメーターだけでも5万ぐらいかかるやろ。これがね、文字盤がないんですって。クラフト B さんですよ。クラフト B さんでやったもんね。クラフト B どこやったっけ。岡山やったっけ。岡山やったね。この間来てくれはった。あ、そうですか。名刺もうたらメーターの名刺やってすごいねごめんなさい、エンジンを消してもらえる？はい。素晴らしいな。ハンドルね、だけノーマルじゃないですか。うん、ちょっと取り回しも悪いし、ノーマルしちゃうなと思って。でも、うちらもあれノーマルじゃないけど、ノーマルアップやんか、ね、まさに効くからさ、最初あれなんかビアダルのハンドルついてあったんだよ。ビアダルみたいな。ああ、これもそう。あれがもうビアでな、そこを外してあのタイプにしたから、それさえ残ってたらほぼオリジナルのままやったんや。これもそうでしたわ、最初。そうなんや、アメリカ人あれ好きなんかな。なんですかね、あの握り心地がなんとも言われへんかったさ、
気づけて帰ってね。またお会いしましょう。またバイク屋楽しんでやっとってね。ありがとう。またバイク屋遊びに行くわね。どこでやってんの？あのせいはさっき言ったセイロインター一回降りてまっすぐ降りててくれればいい。右か左側？左側。あ、だからこっち側やったら右側。あ、鈴木の看板出てるんやね。うん、降りてったらすぐあの、ちょっと走るよ。銀行線のとこ出て行って、うん、なら角っこにあるジャパンが出てきます。オッケーオッケー。ジャパン見てパッと右斜め方向見たらすぐ分かる。オッケー。あの皆さん、あのなんか困ったことあったらバイク屋さんに行きましょう。なんていうバイク屋さん？森部モーターズです。森部モーターズさん、うん、皆さん覚えといてね。オッケーです。すみません、これは何年モデルですか？これが昭和の64年モデルになるか、一番最初のモデルみたいな。オッケー。なんていうバイク？ FZX750cc。 ごめん、エンジン音聞かせてもらえますか？また気楽に遊びに寄ってや。次は白いカレーです。これ何年モデル？ 06？ 06です。綺麗に乗ってるなぁ。06にしたらまだマシなもん。何キロ走ってんの？2万ちょっと。今マフラーはノーマル？ノーマルっす。でも早いからなぁ、カツンとくるからな。気をつけていきや。